見れば見るほどです。はい。まあ本当に世の中いろんなことがあるなということでね、皆さん方のお便りを見ておりました。大きなことから小さなことまで、いろいろと幅広く皆さん方からお寄せいただいておりますけれどもね。はい。何と言いましてもやっぱりこの、こちらか。自然選択さんからいただいておりますが、この方は、柏崎刈羽原発の、はい、再稼働の件で東電の社長が新潟を訪れて、泉田知事と会談したそうですね、ということですね。はい。知事は福島第一原発事故発生で危機感を持っておられますし、新潟といえば米どころでもあり、県民の安全を重視されています。東電の広瀬社長が再稼働ありきで話をされても平行線をたどるだけじゃないでしょうか、ということですが、ちょっと歩み寄りがあったようですね。うん。で、福島第一原発事故は原発の恐ろしさを日本中に与えたと思います。私もその中の一人です。原発事故にがなかったら深刻に考えなかったでしょう。原発事故は二度と起きてはいけないと思いました、ということですね。まあ、その他こちら困った母さん、浜岡、ね、中部電力の浜岡原子力発電所、はい、早期稼働に向け原子力規制委員会に安全審査を申請する方針を示しましたというのは、はい、今週もやりましたですね。なぜ再稼働を申請するんですか。この夏も去年の夏も電力が足りないなんてことはありませんでした。確かに9月に入ってからのめちゃくちゃ暑い日に電力を90何パーセント使い、電力不足になりかけたことはありました。しかし計画停電することなく過ごしました。それなのになぜ再稼働申請をするんでしょうか。日本で最初に原発に別れを告げた電力会社のキャッチフレーズってかっこいいと思いませんか。私めはかっこいいと思います。うん、中部電力管内に私は住んでますよと胸を張って言えるというね、はい、機会だと思うんですが、これね、この間もね、うん、ご紹介しましたね、はい、話ね。3人よれば文字の悪知恵 JJJ さんからいただいて、悪知恵JJ さんからいただいておりますけれども、再稼働に反対です。汚染水対策でも、漏れたのはタンクとそのパッキングのせいにして、すり替えの根性とか、それから体質が治らない限りまた事故が起きても、ただ言い訳を考える係が、もうなんか分身の術で煙に巻くあざとい謝罪会見の模様が目に浮かびます。汚染水漏れたふりして捨てていくとかね、そんな川柳、ただただ水漏れじゃないんですよ、ただの、この汚染は何に汚染されているのかをもう一度よく考えたら、少しずつでも廃炉に向けて、ただ地に歩み出すべきと考えます。先進の技術と言いながらネズミなどの小動物のせいにする人たちに任せておきませんよ、と。こういうご意見もあれば、大井無茶さんからいただいておりますけれども、原発の話題で原発なくても大丈夫だったじゃないかとおっしゃるリスナーさんも何人かおられましたけれども、一点だけ言わせてください。原発なくても大丈夫だったのは、施設が古くなったり、燃費が悪かったりして普段は使わず、何かあった時の予備用で止めておいた火力発電をフル稼働させて、しのいだからです。いわばタイヤがパンクしてスペアタイヤで走っている車を見て、スペアタイヤでちゃんと走っているんだから新しいタイヤを買う必要はないと言ってるようなものです。私も原発を動かすことのリスクは重々承知しておりますが、ですから今、つけているスペアタイヤの、タイヤまでパンクしたらどうするのか、新しくタイヤを買いに行くのか、車を使うのをやめて歩くのか、きちんと話し合っておく必要があるのではないでしょうかね、と。こういうご意見もやっぱありますね。みなしごバッチさんからもいただいております。文字が、はあ、いろんなところにね、はい、話が行ってますよ。でも共通してやっぱり原子力ということでしょうけれども、はいはい、今度は文字がなぜ、無駄金を使いながら廃止にならないんでしょうか。水波市になぜ核融合科学研究所ができるのでしょうか。福島であれほどの被害が、今も出しながら、なぜ脱原発に舵を切らないんでしょうか。理由は、これから理由考えています。理由は、現在日本にあるこれらの核関係を合わせれば1ヶ月以内に
核爆弾を作ることが可能だからです。核は持たないが日本の非核三原則ですが、バラバラに持っていればそれに抵触しないのです。日本はすでになんちゃって核保有国なんです。あまりにうがった見方でしょうかねと、うん、まあ、こういうこと心配する人もいますよね。そうですね、そういうご意見の方っていうのは今までもね、うん、そうなんだっていうようなこと、まあ、実際どうなのか分かりませんけど、そういうことですね、うん、はい、まあこれも考え方の一つ。純ちゃんからいただいております。福島県いわき市議の渡辺博之さんという方、これ市会議員の方です、はい、が原発作業員の現状を告発しております。原発作業員から相談を受けている渡辺さんは、福島原発で起きている故障や事故は起こるべくして起きていると言い切っております。さあその内容ですが、原発の現場は東電が安い価格で入札をかけるため、業者間で叩き合いになり、技術力の乏しい業者が安かろう悪かろうで落札しているみたいです。そういう業者は作業員に危険手当も出さないから、人件費も低くて最も安い場合は日給6000円ぐらいらしいです。その結果、原発はもちろん建設建築現場の経験のない作業員が福島原発では増えているそうです。実際問題、福島原発で働いている人の建設建築現場の経験者は2割ほどらしくて、中にはネジを右に回すのか左に回すのか知らない人や、スパナって何ですかを真顔で質問する作業員もいるみたいです。請負い業者もたびたび変わってるみたいで、きちんとした図面もなく、業者間の引き継ぎもできていないから時間がかかってるみたいですね。こんなことではいつまで経っても終わりません。さらにですね、これからは、これ私も前にも言いました、東京オリンピック関係に建設建築業者が取られてしまうので、今後が本当に心配ですと、うん、多分労働費も上がるでしょうね、はい、人手不足ですからね、はい、でどっち行く言ったら、やっぱりオリンピックの建築現場行くわいうことでしょう。安全だし楽しいし、はい、かといって、じゃあ原発現場というところは上げられない、うん、無制限には上げられないような予算もあるであろうし、今までも散々使ってるであろうし、出来上がってどうやいうことじゃないですもんね、うん、完成したら収めましたいうだけの、はい、元に戻ったいうだけですが、はい、オリンピックの建物とかなんかは一生懸命やったら出来上がりましたいう、うん、そういうプラスが上にずっと積み上がる作業と、はい、マイナスの部分をずっと埋めていって、やっとゼロになりましたよというのでは、お金のかけ方が違いますよね、うん、はい、国や東電は自分のところの専門知識のあるスタッフを投入して早期解決をしてほしいです。東電社員も原発作業が怖いから自分たちでは作業をやりたくはないですよね。建設建築業者にしても、今後オリンピックに関わった方が自分のところが有名にもなりますしね、という、幾重にもなんか今の原発の汚染水処理、はい、あのあたりの事故処理をやっている現状があまりにも寒々しい、それにオリンピックが加わってくると、さらにその現場は厳しいことになるぞということですかね。ここ解決しないとオリンピックの行く末も危ういんですけどね。本当ですよね。フラワーズゴーンさんからも、中電株主じゃが、あ、中電の株主の方、はいはい、当てにしていた配当金もね、なくね、役員報酬削減、そして電気料金値上げと経営改善努力している。なんとか新しい電力供給システムを実現してほしい。浜岡原発は稼働していなくてもとてつもないお荷物に違いない、何にも利益を生まない施設の安全を将来にわたってメンテナンスしなければならないでしょう。そのコストは電力会社の経営を圧迫し続けるように思います。優秀な人材を活用して将来の日本の希望になる事業を進めてほしいと思います。一株主です。早く復配してほしいです。配当金よこせと、まあ、こういうことを言ってるわけですね、はい。この間うちからもちょっといろいろで、電力値上げしますよ。なぜならば原発が止まっております、うん、他の原料でやるとその燃料代がかかりますので、うん、これでかかり値上げしなくてはいけませんというの、まあそれは道理として、はい、それでかかるんならしょうがないかもわかりません。そうすると原発では安いのかというふうに思いますね、うん、だから今福島の原発処理に国の予算使えって言ってますでしょ、はい、ね、あれ一社だけでは、東電だけではきっと収まりきらないぐらいのお金が
かかるんじゃないでしょうか、ひょっとしたら。事故を起こしてしまった時の処理ということになるとお金がかかってしまうのであって、うん、安全かつ安心な状況の中で上手に稼働していく分には、いいということなんじゃないですか。だから今もう一電力会社が潰れますよというぐらいお金がいるとするならば、原発というのを作った時に引き当て金としてそういうものを本当は準備しなきゃいけないんじゃないですか。それから今後やっぱり廃炉にした時の費用とか、廃炉にした後のメンテナンスとかっていうのをちゃんと引き当て金にしていたら、今の電力料金でちゃんとやっていけるんですか。やっていけないからこそ潰れてしまうというんじゃないでしょうかね。他の原料で発電するとこんだけ高くなりますね、電力もこんだけ高くなりますよって言うんだろうけども、これでもじゃあ原子力であれば、ね、やると言ってるからそういうことなんじゃないですか、うん、事故さえ起こらなければ、事故の処理ってことさえなければ、だってそのためにいろんなこう基準を厳しくして再稼働の申請をしてるわけでしょ。だからこうやって言うと私また怒られるんだけどね、またリスナーさんに、ね、怒られるんだけど、まあ、そういう理論なんじゃないですか。理論を説明してるわけですよね、はいはい、僕らだって事故さえ起こらなければ自動車乗るときに保険なんか入らんでもいいじゃないですか、あんなもん、うん、ねえ、事故さえ起こさなきゃいけないから、はい、ちゃんと交通ルール守っていろいろやってたら事故起こりませんもんね、はい、だからあんなもん無駄ですもんね、はい、と言うんだけれども、どこでどんなことがあるかわからんから、はい、事故がとうとう起こらずに生涯済む人もいるかもわかりませんが、ちゃんとそれ引き当て金という形の保険をかけてますよね、はい、保険かけてガソリン使ってあれだけの費用があるかどうかで僕らは今車に乗っておるわけですから、うん、ね、でも事故ってさっき言いましたけど、はい、それだけじゃなくて、でも今ね、いろんな話を聞いてると事故起こらなくても坪さんがさっき言ってた、うん、いわゆるいろんな出てくるゴミの処理とか、それから廃炉になった時とか、うん、永遠続け続けていくためのコストみたいなものだけを取っても大丈夫だろうかと。だから本当に原発によるコストってどのくらいかいうのは、うん、本当ちゃんと今計算できてんのかなと、うんうん、他の石油やら原油やらに変わったらこんだけになります。それはよう分かりました。ちょっと高くなるなあいうことです、はい、原発だけやったらどうやろうというところがちょっとコストの問題が気になります。